それでは委員会を再開いたします。えー、次に教育委員会関係の一般質問を行います。昨日までに寺田委員から学校再開後の対応第2波等に備えた準備状況について、河合委員から学校再開にあたっての少人数授業、感染防止と熱中症対策について、兵藤委員から育成学級の体制について、 片桐委員から PTA アンケート調査の回答結果について、加藤委員から義務教育における修学旅行および高校における研修旅行等に係る新型コロナウイルスを,を踏まえた今年度の在り方について、鈴木委員から学校再開にあたっての子どもの実態から出発した対応について、吉田委員から部活動についておよび夏休みの在り方について、 樫副委員長から学校再開に関して、子どもの権利条約の観点からの検討の必要性について、倉田委員から入試の在り方について、生徒の妊娠等についておよび学校における図書室の確保について、それぞれ一般質問のお申し出がありましたので、これを認めることといたします。 この一般質問の時間は答弁を含めお一人当たりおおむね10分といたしますので10分をめどに質疑を終了していただきますようご協力をお願いいたしますまた関連質問はこのおおむね10分の範囲に含まないものとしておりますが事前通告性および感染拡大防止の趣旨に鑑み発言時間には十分にご配慮願いますなおお申し出のあった方以外の委員の質問は 当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。それでは、一般質問を行います。学校再開後の対応第2波等に備えた準備状況について、寺田委員どうぞ。寺田委員 あのまあ学校の方がですね6月1日からまあ段階的にえ再開したということで、いよいよまあ今週からまあ給食もスタートするということでございます、そしてまた、この市内の感染状況がなんとかこの現状、多くの皆さん方のまあご理解、ご協力で、この現状で推移すれば、ですねえ来週15日からはまあ通常の教育活動に戻るという形でございます。その中ででなな感染症対策を行いながらですね 子どもたちの学習保障や心身のケアに取り組んでいただいておりますけれども、休校中にですね特に家庭での子どもたちの状況把握とか指導、そしてまた家庭学習の課題作成等に従事して、非常に先生方、ご苦労されたと思いますし、また今もですね少し先般もちょっと現場見させていただきましたけれども、校内消毒、そしてまた教育活動の工夫にですね大変、ま、あ 通常以上にですね、えー、多くのまあご負担が現場先生にかかっているということで、まあ、そのあたりですね。教育委員会の事務局として、もしっかりとサポートをしていただく必要があろうかと思います。まあ、その中でですね。まあ、もちろんこのまま現状進むのがいいんですけども、やはり。 第2波や第3波に備えた準備も含めてです、ね、ちょっと質疑したいと思いますけれども、まずあの人的支援ですけれども、おまあ、2点合わせてお聞きしますが、えー、国会で成立す,、ね、する見込みの第2次補正予算で、えー、いろんなお話出てますけれども、やはり保護者の皆さん方、あの子どもさんの学力補償への関心が極めて高い中で,です、ね、その学力補償に向けて、どういうふうにその予算を活用していくのかということと、 またあの今も触れましたけれども、学校現場、非常にまあ多忙でございます、通常以上にですね新型コロナの対応で、担任の先生はも,もちろんですけれども、さまざまなですね現場の先生方がご苦労されている中で、その先生方のやはりしっかりと子どもたちの学習環境をサポートできるような体制、そういったものをする必要があると思うんですけれども、人的支援について2点お聞きしたいと思います。春田 学校に対する人的支援についてでございます先生ご指摘のとおり学,学習保障を着実に進めまたあの学習が遅れがちな子どもたちへの補修などにもですね充実させる必要があると考えているところでございますそうしたことから国の補正予算も活用いたしまして学習支援を学校規模にもよりますけれども全二百六十校に 複数まあ、2名から3名程度を配置していきたいとこのように考えているところでございますまたあの先生方の多岐にわたる業務これを負担軽減するために現在110校程度にスクールサポートスタッフを配置しているところでございますけれども まあこのコロナ禍によりまして、アルバイト、雇い止めされた学生なども、このスクールサポートスタッフとして、すでに20名程度、雇用することとしておるところでございますけれども、国の補正予算を最大限活用いたしまして、さらにこのスク,ールサポースクールサポートスタッフにつきましても、全校へ拡大するように、国の二次補正を活用して、学校支援に取り組んでまいりたいと、このように考えております。 まあ,あの先般募集されましたけどもやはりその全校配置に向けてということでございますのでぜひともよろしくお願いしたいと思いますしなるべく早くですね現場の方に対応いただきたいと思いますそれから時間もありませんので2つ目の質疑に移りますまあギガスクール構想の早期実現なんですけどもまああの。 え今後、ですねやはりそんなオンライン学習等々、しっかりとやはり対応していく必要があろうかと思いますが、まず教育委員会、もちろん各高校とか小中学校とかいろんなところで、ですね家庭のインターネット整備状況、あるいはその PC の端末の所有状況を調査ということなんですけれども、結果、どのような感じなのか、簡潔にお答えください。 有沢担当部長各家庭のインターネットの整備状況についての結果についてでございますが、回答率約72%で、インターネット関係のないご家庭につきましては6.8%、端末がないご家庭は15.6%となっております。寺田委員 はいあのまあ、そういった6.8%の方が、えー、インターネット環境がなく、えー、15.6%の方は端末がないという状況でございます、まあ、その中で5月司会でです、ね、国のギガスクール構想、おこれ、令和4年度中というスケジュールを、今年度中に前倒しを、まあ、するということになりまして、まあ、あの1人1台 PC 端末を所有しようということで、まず前倒した3分の2の分ですね、大分の 活用するという補正予算を決めたんですけれども、この自宅にインターネット環境がない家庭に対する貸し出し用の PC 端末の整備、LTE 機能がついた端末をできるだけ早期に整備するようにしたいということだったんですけれども、現状をお聞きしたいと思います担当部長新型コロナウイルス感染症の再拡大の可能性があることや、またあの時期も不透明な中、 第2波に備えまして、臨時休業等を想定した準備をしていく必要がございますが、ICT 活用によるすべての子どもたちの学習保障の観点で、インターネット環境や、また端末ないご家庭への貸し出し端末の整備は、特に早急に進めていく必要があると考えております。このため、本来であれば、3000万以上の物品契約につきましては、WTO 入札案件となりますが、地方自治法施行令による緊急性の高い 調達として公募による緊急の随意契約を行いまして、9月中の調達を目指してまいりたいとこのように考えております。台数につきましては、アンケート結果を踏まえまして、少なくとも約1万5千台をインターネット環境のないご家庭を想定しまして、LTE にも対応できるモデルで導入していきたいとこのように考えております。田委員 まあその中でも、ですね、いよいよあの最終学年を迎えます、まあ、例えば小学校であれば6年生、中学校であれば3年生なんですけれども、えー、臨時休業になった場合等、ですね、やはり重点的に対応できる体制を早急に整備していく必要というふうに考えるんですけれども、えー、どのような状況でしょうか。有沢部長 議員はご意見のとおりです、ね、さらに小学校6年中学校、中学3年といった最終学年を迎える児童・生徒のための端末、約2万台につきましても、できる限り早期に導入できるよう取り組んでまいりたいと、このように考えております田田委員あとそれ以外の端末整備についての計画等をお,お答えいただきたいのと、さっき WTO 案件とおっしゃったんですけれども、地元業者がですね参入できるかどうか、その辺についていかがでしょうか。有沢部長 先行する、あの導入する端末で使用する OS を踏まえまして、入札事務を進めていくことになりますが、あの現在の制度上は WTO 案件として、入札を進めていく予定でございます。なお、入札は WTO 案件になりますけれども、できる限りですり、ね、地元事業者も参入できるように、例えば行政区ごとに分割するなど、契約1件あたりの台数を減らす工夫をもう考えておるところでございます。 なお農機につきましてはあの全国的にあの需要が逼迫しておりましてまずは年内を目標に進めてまいりたいと考えておりますが場合によりましては来年3月までを要する可能性もあると考えているところでございます小林実際物が来ないというのはなかなかあの悩ましい問題だと思いますけれどもあのしっかりと対応をお願いしたいと思いますそれからあの今三分の二のまあ話をしましたけれども最終的にやはり一人一台という形の中で残りの三分の一ですねいわゆるその国の 地方交付税の方でしっかりと見られるかどうかという形なんですけど、なかなか、あの短否での整備というのはね、財政が非常に厳しい本市の中で大変やと思うんですけども、今後です、ね、やはりそういった重要性を考えるとです、ね、この3分の1分につきましても、早期にです、ね、配置できるように、まあ、しっかりと本市で,です、ね、財源を確保する必要があると思うんですけども、いかかがでしょうか有沢部長。 ご指摘のとおりですね、まあ全ての子どもたちがあの日頃からパソコン端末を活用した学習環境と整備していくことが、まあ、家庭でのオンライン学習も実効性のあるものとなると考えているところでございます。まあ、本市といたしましてもできる限り本市の財政負担を軽減しながら、早期に全児童生徒分のパソコン端末の整備を完了させることで。 ICT をを活用したた教育環境の充実を図っていきたいきと考えなおります、本日衆議院で採決され、また今週中に国会で成立される予算の第2次度補正で、2兆円程度増額される見込みの臨時給付金につきまして、本心にも相当額が配分されると見込まれると考えますので、その活用も含めまして、検討を進めてまいりたいとこのように考えております。寺田委員 まあ、当てにしてはるとか教育だけじゃなくて、他もたくさんあると思いますので、<laughs> まあ、しっかりと必要性を訴えて、ですねその確保を確保してほしいと思います。あと、まあ、あの時間ないんですけども、まあ、この間ですね、やはり振り返りますと、えー、休校措置を踏まえたさまざまなです、ね、本市の対応ありました。まあ、なかなかあ子どもたちの安全と、それから教育と悩ましいところだと思うんですけれども、今後について簡潔にお答えください有田教育長。 えあの本市のあの感染状況落ち着きつつはございますけれどもえやはり北九州市等の例もございますので決して気を緩めず学校芸馬の先生方そして保護者の皆さんと危機感を維持共有してえ取り組んでいく必要があると思っておりますこの間あの3ヶ月間の休業の中でですねえ感染防止と教育活動を両立させるということは本当に極めて難しいまた大切なことだというふうに 実感痛感痛をいたしました、まあ、まずはあの教育委員会として迅速な判断、決断をしまして速やかに保護者、地域の皆様方にです、ね、お伝えして説明をしていくことがまず大切だと思いますしそのための伝達方法についても、えー、改善していかなければならないというふうに思っております。またあの、えー 子どもたち教員、保護者に感染者が出た場合につきましてです、ね、その対応について、すでにあのシミュレーション等、すでに学校に概要を示しておりますけれども、さらにブラッシュアップをいたしましてです、ね、えー、進めていきたい、そしてまたあの、そういう感染が起こった場合に、学校に対するす、ね、サポート体制、えー、各家横断的なあの支援班的なものを組織す,、ね、する必要があろうというふうに思っております。並行いたたたししししままてただ今ご答弁申し上げました学習支援ススクーールサポートスタッフ またリガスクール構想の早期推進に全力で取り組んでまいりたいというふうに思っております。今回のお三月の教訓を糧にいたしまして、教育活動と感染防止両立を目指して取り組みまいりたいと思っております。以上でございます。よろしいですか。はい。この件に関連しましてご質問のある方おられますか。じゃそれでは、えー、次になければ次に。 学校再開にあたっての少人数授業、感染防止と熱中症対策について、河合委員どうぞ。はい、川合委員。最初にあのこの間も一、えー、クラス単位の人数の話してきましたが、 学校再開にあたっての少人数授業の問題から質問します。えー、まあ間もなくクラス全員での授業が再開再開始をされるという状況になります。でとりわけあの一クラスの人数が多いところでの感染予防であの授業を進めていく際でのご苦労が大きいと思っています。あの私お聞きしたところある小学校で あの4年生の時には、昨年度3クラスで、1クラス27、8人だったというところがあの、高学年になって5年生になったわけですが、今年は2クラスになって、38人から9人という、まあ、40人ギリギリぐらいの人数になっていますということでした。で あのこれを聞いた時にやはりあの子どもたちの体も大きいような状況の中でえ感覚も取りながら進めるその時にやはりあのクラスの人数を少なくするということで分けるっていうような対応が必要だなという,うに思ったのですがえこの点はあの改めてどうか伺いたいと思います。 田部長あの、まあ、感染症対策に対するクラス規模のお話でございますけれども、文部科学省が示しておりますマニュアルにおきましては、まああの 感染地域の感染状況のでレベルが1から3まであるわけでございますけれども京都市の感染状況からいたしますとレベル1に相当するとこのように評価しているところでございましてレベル1の場合ですとそのマニュアルでは1メートルは目安であるというふうに示されておりましてまあ、あのその感覚をですねあの確保できない場合はできるだけあの まあ、あ距離を保つというようなことも示されているところでございまして、まあ、あのこの施設に応じて柔軟に対応することということとなっているところでございます、まあ、そうした状況につきましてはあの学校の方にも示しておりまして、まあ、あの人数が多いから大丈夫だろうかというお話はございますけれども国のマニュアルにおきましては40人学級を想定してでもまあ レベル1の場合では大丈夫であるというような前提のもとでの例示も示されているところでございます。とはいえ、それだけではなくて、ですねやっぱり換気をするとか、マスクをするとか、また学校での新しい生活スタイル、これをしっかりと定着させていくというような、総合的にしっかりとそうした取り組みを進めながら、先ほど教育長が申し上げました感染症の防止と、 学習活動の継続、これについてしっかり取り組んでまいりたいと考えているところでございます、以上でございます川委員今、レベル1の状況だからということですが、安心できず、今後に備えていくという、先ほどの話もあったと思うんですね。でとりわけ、あの人数がこう多いところっていうのは、本当に大変だというふうに思いますし、あの えと施設に応じて柔軟にという話があったんですがあの、私が伺ったところで言えば、あの学校にはまだねあの、教室、確保できる空き教室もあるという状況だと聞いたんです、そういった場合については、あの分けるというふうなことも検討ができるんじゃないかなと思います、この点、またあの後で、えー、まとめてあの答弁いただきたいと思いますが、そこであの実際ね、 平均の数値、前回の委員会でね、おっしゃってたんですが、30人以上の子どもさんがいる、そのクラスがどれぐらいあるのか、また35人以上ですね、40人とか、そのクラスの現状、どれぐらいのクラスがあるかということについて、現状の資料を、 いいいたただきたいとういうふうに思いますであのこのねクラスに子どもがたくさんいるっていうことで言うと次のところに移りますがあの子ども体温非常に高いです大人に比べてでたくさんも集まるとね暑いです部屋の温度上がるっていうような状況があると思うんですでもうまもなく梅雨今日から入るという話もありますが湿度も増してくると。 で6月1日以降、学校が始まってからも、すでに30度を超す日もありました、でそういう中で、えー、新型コロナ感染の防止と熱中症の対策がいるということで、次あの、感染防止と熱中症対策について質問したいと思うんですが、えー、クーラーですね、各あの教室、ついておりますが、その使用についてはどのようにしておられるのかっていう点について、あの 伺いたいたと思うんですあのまとめて言いますと、昨年、あの特別教室にもう設置をと言ったときに、ちょうどあのクーラーの、ね、更新時期にも来ているということで、更新しなければならないような状況を離されたのですが、それはもう更新されて、今あのクーラーをどこでも、どこの学校でも順調に作動ができるという状況にあるのかどうか。それとあの 今まで以上にそのクーラーをつけて換気というようなことも言われておりますが、えー、とクーラー代、電気代なんかがあの上がってくる、高くなる可能性があるんじゃないかなと私は思っています。そういうことを学校の先生方が心配なく使えるようにする必要があるんじゃないかと思っていいいいいますこののののの点点でで各校へのそううっったた連絡等はどのようになっているのか、えー、伺いたいと思います。 有沢部長それではの私の方からのエアコンの使用につきまして、高熱水につきまして、ご説明させていただきます。まずあのエアコンの使用にあたりましてですが、あの子どもたちの健康管理を最優先に考えまして、学校環境衛生基準に定めます望ましい温度、17度以上、28度以下を維持できるように、状況に応じて28度より低い温度に設定するなど、 適切にエアコンを使用するよう集中を図っているところでございます。また、あの光年水準につきましては。もう、あの。子供たちの健康管理を最優先に考えまして。光年水準の増額分への追加配分につきましては。各校への状況を踏まえて検討する旨、各校へに集中を図っているところでございます。河合委員。えっと。あ、答弁ありますか?。えっと、またの質問。 えっと空調の更新に関するあの答弁でございますけれども、それぞれあの空調に関しましては、普通教室に全教室、ついております、それがあのまあえ導入時期がそれぞれえっと小学校、中学校、あるいはあの高校とか、それぞれ時期が違いますけれども、十数年経ってきてるということで、そろそろ更新時期を迎えてるということで、それをどういう形で効率よく更新していくかっていうのが今の検討課題でございます。 そんな中であの、ついております空調に関しましては、しっかりとメンテナンスしておりますので、あの問題なく、えー、チェックした上での,あの指導っていうのができる状況にあると、そういうふうに認識しております川井員子どもの命とか健康を守るというところが万全でなければという点は、あのおっしゃっていただいたので、ぜひ、えー、お願いしたいと。でやはりあの改めて 思ったんですけども特別教室についてもねこれま、まさに必要になってくるのではないかと思いますので、改めて求めます。それからあの感染拡大を防ぐということで、マスクを今、着用されていて、えーと、体育の時なんかは、えー、使用しなくてもいいというのが、えーガイドえー、指標として示されているのを見せてもらったんですけど、当議員団にあの小学校1年生の保護者の方からね、 先週分散登校でも暑くて、えー、マスクをして帰ってきたんだけど、もう鼻血を出してしんどくなったというような状況があったと、で熱中症も心配をしていますということで、あの体の負担を考慮して、まあ、峠工事はマスク外してもいいというふうにされているところもあるように聞くということが、そのメールの中にも書かれていたんですけれども、えー、実際、えー 本市としては、その点どう考えておられるか、まあ、外すことがあってもと思うんですが、絶対せなあかんって子どもが思っているようなときにね、そこはあのいいんだということが、子どもの中やあの保護者のところ、学校に周知がされてないと、そのことであの外した子どもが、えー、と大変いじめる、極端に言ったらそういうことがないようにあの、一致したものにする必要があると思っています、あのマスクの着用の点について伺いたいと思います。 国出張失礼します実際、マスクの運用につきましては、文科省の衛生管理マニュアルに基づきまして、登下校の時にもつけていただくということで、連絡をさせていただいておりますが、熱中症のほか、健康被害が出る場合には外していただいても構わないということで、通知も出しております。そのの場合、まあ、一定 十分な距離を保つとか、え会話を控えるというふうな指導も必要かと思いますけれども、えそうした現場での臨機応変な対応をえ認めているところでございますし、今先生おっしゃいましたように保護者家庭にもそのままできちっと周知をいたしまして、子どもにも伝わるように今後も取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。はい。えー、ただいま川委員から要求がありました一クラス三十人以上、三十五人以上、四十人の学級数の減増の取るについては。 議員社提出できますか、春田部長。あの、えー、この調査終現今年度につきましては、現在あの文科,科学省文部科学省の方にあのの調査がですね、コロナの関係で、えー、こちらへの申請が遅れておりまして、6月末にまとまる状況でございます。まああの暫定値になるかもしれませんので、現状 あのできるだけ一定の日程設定いたしまして、あの今申し上げごいろいなった資料については提出させていただきます。以上でございます、はい。提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。ご異議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたしました。理事者におかれましては、なるべく早くご提出いただきますようにお願いいたします。 他にこの件に関して質問のある方、吉田委員。吉田委員私も、ですね私のもとにも、この学校再開にあたって、保護者の方から心配される声が寄せられています、感染症、あるいは熱中症対策をです、ね、おしっかりしていただきたいということで、特にあ今日から梅雨入りにもなりましたので、 窓を閉めるケースが出てきます雨が降って、雨が入らないようにするために窓を閉め切るとか、あるいはもう30度を超えた場合は、もうクーラーをかけるざるを得ないわけですから、その時にはもう窓を閉める、そうすると、3密状態が教室の中でね、避けられないのではないかというような心配の声も出ているわけなんです、で、まあ、先ほどのご答弁の中にも、手,手洗い、うがい、またあの換気等々ね、徹底されるということでありました。 でそこでまあ私の方からってもう一遍確認したいというかあの立たさせていただきたいのは机の配置なんですね、えー、子どもと子どもが座る机椅子の配置を、えー、今まで去年までのやり方よりも話すことが可能本当に実際可能なのかどうなのかあるいは今日まあ各議員が座っている配置もジグザグ状況になっているんですけれどもそういうような工夫がその共通の中でね、えー、多くのところでほとんどのところでそれができるのかどうなのか。 これは実際、どう考えても無理で去年と同じなんだというふうにならざるをえないのかということを確認をさせていただきたいと思います原田部長。 あの机の配置についてでございます。あのそれぞれの学校規模にもよりまして、クラスの子どもたちのまあ、人数が違うわけでございますけれども、国のマニュアルによりましては、1メートルを目処といたしまして、できるだけ離すということが指針として示されているところでございます。そうしたところから、あの学具はこれにおきましては、ま国の方からの例示といたしまして、前後のまあ、距離の開け方とか、 机と机の間の取り方とか、あのかなり細かく指示いただいておりません、ね、それをまあ一つの基本といたしまして、できる最大限、各学校での距離を、机と距離を取れるようにという指示も教育委員会の方からしているところでございまして、国の,あのマニュアルに沿った形できちっと実施できているものというふうに考えているところでございます。 吉田委員給食のあり方は国からこ細かくされてるんですか、あのえー、やっぱり月を迎え合って座ってはいけないとか、極料しゃべらないようにしていかないといけないという方向性は確かにそうなんですけれども、実際、それが再開にあたってね、これからまたお弁、えー、給食を始まるお弁当の時間があるその時に、守られるって変ですけれども、それが具体的な実施にあたっては、どういう点が想定されて、その辺を対策されているのか。 この点心配される声も多いんですけれどもいかがでしょうか。福西市長、失礼します。実あの給食の机の配置ということですけれども、えー、向き合ってまあ、食べるということでなしに、えー、もう。 すべての子どもが同じ方向を向いて静かに食べるということで、文科省の方も出されておりますし、学校に対しまして、教育委員会の方からもそういう通知をさせていただいています、実際、6月8日から小学校等、給食始まりまして、われわれも学校の様子を見に行きましたが、学校につきましてはそうした配慮のもで、今、取り組んでいただいているということで、徹底してまいりたいと考えております吉田委員。 新しい友達ができてもそういうコミュニケーションに大変限界というか制限がならざるを得ないとで中学の場合でもやはりクラス外になって友達との進学やクラス外ですねそうなんで友達とのコミュニケーションを図れる貴重な場がです、ねまあ、失われるとあとはしかし給食をその場合の,その貴重なあり方が制限はこれはもうやむを得ないとこれ頭で分かってますけどね なななかかかどうううんんだろうかととあると思うんですよねその場合においてそしたらど,うどういうケースを通して子どもたちが成長が図り友達ができるあるいはコミュニケーションを図る友情を育むこの教育のねあり方をそしたら、えー、どういう点でそれをカバーして、えー、逆にこのコロナの時期だからこそ取れるような成長へのアプローチを施行していく進,進んでいくことをされているのか。 こういう方向性、今のところ、京都としてはどうかお考えでしょうか佐藤所長。 おっしゃっていただきましたように、そういったこともあの学校教育の非常に大きな柱であるというふうに思っています。で、あのいろいろな場面で行動、あるいはお友達との距離が制限される中で、子どもたちはあの学校生活、そしてその中で友情等を育んでいくわけですが、あの授業を通して、あるいは特別活動を通してです、ねあの、制限がある中で,ですけれども、工夫を凝らしながらあの、学校と相談しながら進めてまいりたい。 というふうに考えています。吉澤委員、まあね今まで以上にあの教員の先生方、現場のねあのもう最前線での子どもたちと接する立場のね教育者のあり方が問われるんじゃないかというふうに思いますのでよろしくお願いします。最後になんですけどもマスクのあり方先ほども質疑ありました。本当に心配しております。私らも今日11時から今の時間ずっともうマスクつけ,つけっぱなしでですねもうあの気が遠くなるぐらいちょっとしんどいんですねで集中力が本当に大丈夫かなとあの思うわけであります。 え低学年の校でもね朝から夕方まで6時間目まで本当にずっとマスクつけっぱなしなのでねその場合の集中力を途切れさせないようにするための工夫とかですねそういう点をしっかりまあ今ご検討されているし現場で工夫をされる現場の知恵でそれを推進されると思うんですけれどもねえー想像以上に朝から夕方までマスクをつけ続けるというのが。 いかに苦行なのかということを、<laughs> もう一度、子どもたちにも再確認し、保護者の皆さんにもこのご不安を取り除いてくれるようなまあ方針も示していきつつ、ですね現場の改善も図っていただきたいいいますす以上ですよでよろしほか、はい、他にこの件に関して、ご質問ななければ次に。 育成学級の体制について、兵頭副院長、どうぞ。兵副では、よろしくお願いいたします。私の方からは、育成学級の体制について、何点かお伺いしたいと思っています。 今現在あのこれ私の手元にあるデータは令和元年のものなんですけれどもあの小学校で育成学級297クラス1009人ですねで中学校の方で135クラス436人この後から多少変わっているとは思うんですけれどもあのこの現在取り組んでいただいているこの育成学級ですねこの中であの特別支援学校の免許いわゆる教員免許を持っている先生がどのぐらい この中でいらっしなぜかといいますと実はあの発達障害軽度の発達障害を抱えてらっしゃるあのお子さんの親御さんがですね実はあのこう人事異動だと思うんですけどもあの学校の先生がその支援学校から来られた人が来た時にその先,生同士の先生と生徒の愛情もあると思うんですけれども非常にそのお子さんが良くなったというお声がありましてちょっとそういったあの素晴らしいあの良かったという声聞いたものですからお聞きしたいと思っていますよろししくお願いします。 加担当部長育成学級についてでございます、この間、本心におきましては、育成学級の児童・生徒数、増大傾向にございまして、そうした支援を必要とする子どもたちの個々の障害に応じたきめ細やかな指導をしていくであで、あの教員の専門性というのは非常に重要というふうに考えております。現在、えー、育成学級 9の担当教員の特別支援学校の免許の保有率、所有率でございますけれども、手元にあの正規教員の分だけの数字しかあのございませんけれども、50%ということで、令和元年度で50%ということでございます、ちなみに全国平均ということでは 30.、30.89%ということになっておりますので、京都市としてはあの、えー、保有率は高いというような状況でございます。以上です副委員長 ありがとうございます。えっと全国平均30.89で京都市が50ということで、あの比率が上ということですね。あのすごくありがたいと思います。ただあのやはりその先ほどのお話ではないんですけれども、できるだけやはりその専門性を今後高めていただきたいという思いがあるということが一つとですね。あのそれに付随して今後こういったその配置率を上げていくお考えがあるのかということと、あとあのそれぞれもしその こう配置いわゆるこの専門の,この免許を持っている方があの難しい現実的には全員それは難しいとなったとしても現在いらっしゃるその現場で頑張っていらっしゃる先生のいわゆる研修体制の充実とかそういったものを含めて今後どのように考えているかお聞かせください。担当部長 先ほどご紹介もいただいておりましたあの総合支援学校から転任してきた教員の例ということでしたけれどもやはりあの総合支援学校で培われたご経験というものは非常に専門性が高いということもございますしあの、まあ、そうした受け止めをされているということだろうという,ふうに思っております、まあ、そうしたあの人事交流といいますかそうしたものもこの間積極的に進めているところでございましてあの、まあ、今年度の移動におきましては22の移動 い昨年度につきましては15人ということでございまして増えている状況でございます、今後もこうしたことについてはあの積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております、またあの今いる教員の専門性を高めるということにつきましても育成学級担任に対して必要な研修というものを行っておりまして、まあ、例年、育成学級を初めて担当する教員に対する研修、まあ、そういったこともしておりますし、まあ、任意の、これも選択、受講は任意でございますけれども、 育成学級の学級経営、また指導支援に生かす方策、そうしたものに対しての研修というのも行っているところでございますしまた今年度、新規事業といたしまして計画しておりますけれども従来、あの通級指導教室や総合支援学校の教員を対象としておりました研修。年間 20回程度外部教育講師を招いた経験というのをしておったんですけども、まあ、これを今年度育成学級担任にも対象者を広げて受講していただこうというようなことも考えているところでございます。以上です。兵庫副委員長、ありがとうございます。ちょうどあの通級あの通級指導のこともあと同級指導もたましまんで、まあそれはまた聞かせていただきますけれども、今その研修でもう一つあのこれは付随して聞かせていただきたいんですが、あの私も p t s してましたので。 あの土日とかあの休日とかに本当学校の先生がねこう校長先生教頭先生教務所にみんな行事も出ていらっしゃって非常に激務で大変だと思うんですけどもこういったあのいわゆる育成学期も含めて全ての 児童やはり校長、教頭、教務主任の方々というのは全員を把握して管理をしていらっしゃる管理という形でいるかもしれませんけれども把握してあのより良いあの生活ができるようにという,うに見ていらっしゃると思うんですけれどもこの教校長先生いわゆる教頭、教務主任の方々がこういった育成関係についての研修をどのぐらい今までもしていらっしゃったかこ,のこれからこういう方々についてもしっかり理解をしてもらうためにどのようにあの体制を考えていらっしゃるかも教えていただけますか。当部長 校内での特別な支援を要する子供のあの指導をどうしていくかとまあ、そういったことについてでございますけれども、あの育成学級の担任だけでやっているのではなくて、まあ、あの管理職まあ、その他の教員も含めまして、えー、まあ、同じ意識を持っていくと、とまあ、そういったことが大事かというふうに考えております。あの校内におきましてまあ、総合育成教育主任というあの公文書の主任も置いておりますので、まあ、そうした主任を中心とした校内研修まあ、そういったこともあの積極的にあの行うよう学校あの。 お願いいいいしているとところででごござざまますすす以上兵副委員長ありがとうございますあの学校のいわゆるその、今おっしゃったその総合育成の先生とおっしゃいましたけれどもあの、校長、教頭、そういったあの一番、ね、こう上に立っていただく、上,上という姿勢かもしれませんけれどもあの、先生にしっかりこの理解をしていただくのが非常に僕は必要かなと思っていますので、その辺あたり、そういった先生方の,の理解を深めるようなものも進めていただきたいと思っています。 もう1点お聞きしたいんですけれども、個別支援計画ですね、各その育成学級の方々には個別支援計画を作ることになっていると思うんですけども、のこの支援計画 この昨年のデリックトで1009人と436人ですけども、しっかり全員にできているのかということと、あのそのできてなければその達成率、いわゆるあのできている計画のか、実案ができている数と、ですねあとあのこの計画そのものの,あの、いわゆる長期目標と短期目標とか、そういったあの内容があるのかということと、更新の状況があるのかというのをちょっと教えていただけますかし木担当部長。 個別の支援計画についてでございますけれどもこれはの必要となる児童・生徒すべてに作成するというようなことをあの学校現場にお願いしているところでございますしあのこれはの一度、まあ、中期的、長期的なものも含めてあの計画を作成するわけですけれどが、まあ、その時々の,その児童・生徒の状況に応じて、まあ、それは保護者の方とご相談もさせていただきながらになりますがあの随時更新をしていくと、まあ、そういったものでございます。以上です副委員長 あ、これはあのしたら全員にはないということですかね。例えば、あのいわゆるその先生の判断である人とない人があるということを理解でいいですか？貸切担当部長。個別の支援計画でございます。基本的には全員にお願いしているところでございます。はい。 共同副委員長、はい、ありがとうございます。では、あのそれはあの安心しました。是非、あのあのしっかり計画をお願いしたいと思っております。ちょっとだいぶお時間ちょっとなくなってきてしまいましたので、あの次に移りたいと思うんですけれども、あのまあ、小学校の育成学級、そして中学の育成学級、そしてのその先の進路として総合支援学校がある。また、あの普通あの高校等があると思うんです。けれども、その時々に応じていわゆる。その進路に対して非常にその迷う。 場面が親御さんにはあると思うんですけれどもあの例えば小学校の育成学級から中学校に上がるときに普通を選ぶ選べるもしくはその支援がいわゆる育成学級を選びに行くそういったあの選択する段階においてどのようなあの支援ができているのかということ特にあの小学校上がるときも含めてあのどのようにされているかというお聞きしたいこととです、ね、特にあの中学校で,です、ね、育成に行くというゆる教科が全部あの勉強できないと思うんですねご教科普通に。 ただその中でも普通高校いわゆる普通科に頑張っていこうというふうに持ち決意された場合にです、ね、その時の内申書の書き方どうなっているのかというのをお聞きしたいと思いますよろししくお願いします担当部長育成学級で学ぶ児童・生徒の進路の関係でございますけれどもあのもちろんあの、まあ、小学校に上がるときまた中学校に上がるときそれぞれいろんなあの 重い保護者の方をお持ちだというふうに思っておりますので、まあ、そうしたことはできるだけきめ細かく学校現場の方でまずご相談いただいて、まあ、保護者の思いにできるだけよりすう形で、えー、もちろん子どもの状態についてはあの的確に把握をしていくという必要はありますけれどもあのご相談はさせていただきたいということでこの間やっているところでございますあの高校進学につきましてもあの、まあ、これにつきましてもあの まあ育成学級以外の子どもと同様でございますけれども、あのまあその子に応じた進路はどこなのかと、まあそういったことにつきましてあのまあ適いそれぞれの学校でご相談をいただいているところでございます。兵野副委員長が亡くなって終わってしまいました。すみません。あわいません。した最後に一件だけあのあの先ほどもちょっと他の委員からあのマスク着用のことであの実はお話があったんですけども、特にあの育成学級で そのマスクの着用ですとか、ソーシャルディスタンスをあの得ていくのが非常に大変かなと想像できるんですけども、そのあたりの対策というか、対応をどのようにしているかだけをあのお聞きして終わりたいと思います柏木部長、時間が来ておりますので、簡潔なご答弁をお願いします。え基本的にあのマスクを着用していただくくようにあの粘り強くあの 指導はしているところですけど、どうしてもつけられない子どもいます。まあ、そうした場合、あの他の児童生徒保護者にも丁寧に説明しながら、まあ、席を話すですとか。まあ、窓を開けるですとか、まあ、前を向いて、向かい合わないですとか、まあ、そういったその他の対策を十分にとって授業を行っているところでございます。以上です。はい、ありがとうございます。この件に関しまして、何かご質問のある方、おられますか。よろしいですか。それでは、えー、続きまして。 えー、PTA アンケート調査の回答結果について、片桐委員、どうぞ、はいえー。それでは私からは、PTA 連絡協議会が5月13日から19日で、えーまあ、あのメールを使って実施をされた。 子どもたちの学習保障に関するアンケート調査というものがあって、まあ、それの結果のご報告というのが先日メールでも報告をいただきましたので、そのアンケートのことについて、いくつかお聞きをしていきます。あのまずあの、今回まとめられたアンケートの結果ですけれども、その結果が出てきたもの、を教育委員会としてまずどのように受け止めておられるか。そして その上で、この受け止められたご意見っていうのを、今後どのように対応をしていかれるお考えか、その点、まずお聞かせください大い大国部長。PTA の案件といについてでございます。今回、京都市の PTA 連絡協議会、これは各5講種幼稚園、小学校、中学校、高校、総合支援学校、 それぞれの連絡協議会の、まあ共同体ということでございますが。えっ、ー、と、次日後から、あそれぞれ、あの、今回、あの、休校。の時にも、節目節目で、あの、協議を重ねてきたところでございます。ただ、あの。従来でしたが、それぞれの各学校の単位の P. T. A. の会合があって、そこで意見を出して。そして、また、それを、あの、各支部でまとめ上げて、そして、また、各講師でまとめられてと。いう具合に、あの、順序を立てて、あの、意見を吸い上げる仕組みがあったわけでございますけれども。 今回、そういったことはないということで、直接会員に聞くということで、メーグ配信システムを活用して、されたということでございます。議員ご案内のとおり、5月13日から19日、1週間でございますけれども、約5万人を皆様に送らせていただきました、これ、登録されているメーグ会員の数でございます。それで4割を超える2万1527名が回答いただいたところでございます。 考えるにつきましては、臨時休業期間中にそれぞれ心配に感じておられること、そしてまた、えー、あのその期間中に必要やと思うこと、そしてまた、えー、教育活動再開後において心配に感じていること次、再開後に必要だと思うこと、大きくはその4つで、いろ選択肢を書いていただき、えーあの、集計したものでございます。で結果ででございいますすけけれれどどもももやはりあの休校中再開後もですけども学習の進み具合がが心配という方が 多数を占めておられました。特にあの中学高校の方が高かったというものでございます。そしてまたあの感染症対策や基本的な生活習慣の確立の支援。こういったことはすべてあの講師であの必要やということで、まあ七割七割か八割を。範囲を数を占めたところでございます。でこれを受けてでございますけれども。えー、とあの私どもといたしましたあの教育長以下であの。えー、と関係部関係課で情報。 共有をさせていたただきましたそしてまた、えーとあの、特に先ほど申し上げましたように、あの感染症対策,対策と、そして学習の進み具合に対してご心配をあの多く感じておられるということもございましたので、えー、再開後にあたっては、えーと、そういう方針を早めに、まあ、あの学校にお知らせして、各学校から保護者の皆様に、そういう不安を少しでも早く取り除いてもらう、軽減してもらうためにあの通知をしていただくと。 そういいいったたたここととをさせていただいたところで、ございますであの今後でございますけれども、従来、えー、でしたが、それぞれあの p 1 0の活動も、えー、徐々に動き出しておりますので、そういったことも踏まえて、各講師での教育委員会との懇談会ですとか、そういった場でこういったことをまたより深めていかせていただけたらなというふうに思っておるところでございます。以上でございます片桐委員 あのまあ、今、お答えいただいたんですけれども、このアンケートに関して、集計っていうのはもう全部完全、PTA 協議会のほうでされたのか、この自由記述9000ぐらい、まあ、自由記述あったというふうにお聞きをしてますけれども、その集計等は教育委員会も一緒になってやられたんでしょうかね、いかがですか大黒部長、集計については、京都市 PTA 映画協議会の方でやっていただきまして、えー、11 日が締め切りでしたけれども20そ,の次のその次の日21日の日に私ども教育委員会の方にお持ちいただいて共有させてもらったところでございます、以上です片桐凜。出てきた結果というところが、今はあの PT 連絡,連,絡連絡協議会のフェイスブックページ等にアップされているというところ、私もあの拝見をさせていただいて、非常にあの自由記述で書かれている内容と非常に多岐にわたっていて、あのすごく。 まあしかもそれは PTA に対してというよりはあのやっぱり学校であり教育委員会に対してえどうですかといういろんな考え方を持っていらっしゃるご意見というその個々のご意見に対しては今の段階で言うと多分その教育委員会としてこういう考え方を持っていますということをお知らせをする部分というのが今のところまだないんだと思うんですけれどもやはりそういう形でこういうアンケートが取られていろんなそれぞれご意見が出てきている中でまず かつそのアンケートのメールは送ったけど実際その SNS で集計結果を見ておられる方ばっかりでは当然ないと思うし SNS 使えないという方もたくさんいらっしゃると思うんですけどもそういうあの出てきてるご意見みたいなものをやはりある意味教育員会社はこう考えてますっていうところを回答というか教育員会の考え方というか対応みたいなところを、まあ、しっかりとまとめた形で。 えー、例えばまあ学校でそれぞれ配ってお返しをするとか、そういう形でせっかくいろんな形でいただいたご意見、直接やっぱり保護者の方の意見を集約したという大きな結果だと思うので、そういう形で、えー、教育の対応なり考え方ということをその、まあ、パブリックコメントの回答に近いのかもしれないですけど、そう解消していくということは、やっていくことは難しいのか、その点についてお考え、いかがでしょうか。か大国部長え 銀行ご案内でございましたように、9000件超える回答があったということでございます。それにつきまして、先ほど申し上げましたように、本来でしたら、それぞれの単位 PTA、各学校での PTA 活動の中で、意見を集約いただき、それをまた支部、講師ごとに挙げていただいて、それをもとにまた教育委員会と懇談をするような内容であろうかなと思いますので、そういったことで今後、していきたいというふうに考えております。そしていただいたただご意見なんですけれども いろんなこと側に対して多種多様でございまして、であの例えばあの家庭訪問一つにしましても、やはりあのここおつがいが大事なんで、すごくありがたかった、感謝されるご意見もあれば、感染症リスクが高いんで、あの危険だとおっしゃるご意見もございました、そういったことにいろんな賛否両方があな、そういったご意見が多かったものですので、さらに議論を深めながら、対話を深めながら、今後はいろんなことを施策を進めていく必要が多うかなというふうに考えております。以上でございます 片木委員そこで考え方でというのは、まあ、分からなくはないんだけれども、やっぱり今回そのメールアンケート、非常に、まあ、大事だったなと思うのは、なかなかそういう,こう直接う意見を言う機会のない、あの特に、まあ、PTA のいろんな役員をされている方だけではない、本当にあの特に今回、小学校1年生の方の回答が非常に多かった、まだまだ罪でいう,で言うと PTA の活動とかもスタートをほとんどしていない中で、えー だ誰にどう言って何を伝えたらいいんだろうっていうのが分からなかった方がやっぱり多いからこそあのそれぞれの回答年齢見てると小学校1年生の方っていうのが少しやっぱり抜けてたくさん回答しておられたっていうのはそういう意味で言うと今ご答弁のあったその意見の返し方だけではやっぱり自分たちが言った意見はどういう形で返ってくるんだろうっていうのがまだまだ不安な部分っていうのがおそらく持ってる方も多くおられると思う、まあ、そういう意味で言うとせっかくいただいた動き決まりそれは当然賛否があって。 一つでまとめられへんかもしれへんけれどもそういう点においてはいろんな出てきているものに関してこういう傾向の意見してやっぱり我々としてこういうふうに考えこういう形で学校で対応してますっていうのをちゃんとお返しをし伝えていくその努力はやっぱり必要なんじゃないかというふうに思うんですけれどもそれについてもう一応お願いできますか大学部長あの議員ご覧の通り確かに小学校一年生が一番多かったということでございますえー、とこれからまだあのそれぞれの学校活動 PTA 活動の中で 要はご意見をまた吸い上げながら進めていくことが大事かなというふうに感じております。えー、PT も皆様とごあのごあのお話をさせてもらってまして、やはり、要はご意見があったということを PT 自身も分かったということがすごくありがたかったと。今回非常に悩んでおられる保護者もおらえれ,れば、全然違った観点で悩んでおられる保護者もおらえると、そういったことが見える化できて、みんなが知ることができたそれによってはまた。 意見の方も思いの方も変わってこられるような小学校1年生の保護者の方も含めておられるかと思いますのでそのあたり、今後も PTA 活動を等に生かしていっていただきまたそれを踏まえてあの今段会等を開催させていただく中で私ども教育委員会もいろんなことをあの対話を進めていけたらなというふうに感じております。以上でございます。片木委員 ぜひ、ね、PTA 活動の枠にとどまるというだけじゃなくて、やっぱり学校に対して寄せられるさまざまな意見に対して、どういう形であの学習支援の双方向だという話もそうだと思うんですけれども、やはり学校の教育活動に対して、いろいろ校舎者からいけなるいろんな形で来る意見に対して、やっぱりしっかりとその疎開していくという、その部分を大臣にやっていただきたいというふうに、えー、求めて終わりたいと思います。よろししいでですかかこのの件ににに関して他にご質問のある方おられれませんか、えー、それでは次に 義務教育における修学旅行および高校における研修旅行等にかかる新型コロナウイルスを踏まえた今年度の在り方について加藤委員どうぞ加藤委員 学校の方では長期の休校によってさまざまな分野において影響が出てきているということで1つとして今回テーマとして挙げさせていただいている義務教育でいう修学旅行で高校生だと多分研修旅行という名前で行われていると思うんですけどもえまあ学習効果はもちろんですけども子どもたちにとっては一生の思い出になる非常に大切なものであるんですがやっぱり安心安全 が担保できないとなかなか送り出すのもつらいなという部分があ,るのがあるのが正直なところであると思いますそういった面で今現在どういった方向を考えておられるのかまず概略説明いただきたいと思います清水担当部長 まず私のほうから、小中学校の修学旅行についてでございます。あのまあ、今回の最高学校再開以降の学校行事につきましては、ですねあの今、議員からもご指摘ありましたような、まあ感染防止等の観点も含めまして、 えまあ教育活動を見直すという中でえ基本的には宿泊を伴う学校行事でございますとかあるいは学校外の移動を伴う行事につきましてはまあ中止をするという基本的な方針で学校にお伝えしているところでございますけれどもこれも今まさに議員ご指摘ありましたようにえ特に修学旅行につきましてはやはり子どもたちにとって非常にまあ 重要な行事学校生活の節目となる行事でございますので教育委員会といたしましても、まあ、学校といたしましてもできれば実施していきたいというところでございますそういう意味では現時点では9月以降の延期ということで、まあ、を見据えてですね検討を続けているところでございます以上でございますし木担当部長 私から高等学校の関係でございます、えー、今年3月に出発予定でございました海外につきましては4校国内につきましては3校これが延期となっている状況でございます今回の学校再開にあたりまして、えー、これどうしていくかという検討を今されているところですけどもまあ、教育決定しましたあの貴重な体験の場ですのでできる限り形は変えても実施していって いいいいたただきたいとういうような思いはありますけれどもあの現実問題といたしまして海外の研修旅行というようなことにつきましては今年度実施というようなことにつきましては非常に厳しいと中止せざるを得ないという考え方をそれぞれの高等学校に示しているところでございます、まあ、こうした中で、えー、基本的には海外研修旅行が繰り越しとなっていた部分につきましては海外につきましてはもう中止と同じような海外研修旅行ができないと中止の判断をされているところでございましてこれを大体 措置とといいいたしましままててて形をを変えて行うかどうかかど今検討されているところでございます国内で実施するつもりでそれが延期していた部分につきましては多少日程、内容の変更ありますけれどもこれについては実施を検討されているところでございますまたあの今年度実施する部分につきましてはこれにつきましては海外を予定されているところにつきましては来年度に延期国内につきましては日程につきましては検討の必要がありますけれども実施をされるというような状況でございます。加藤委員 えとまず国内の話ですけども本日、えー、午前中の、えー、保健福祉局に対する質問で、えー、寺田議員の方から私たちが受け入れる場合はどうするんだっていう話があったんですが送り出す場合を考えないといけないと思いますで相手の受け入れるもちろん私たちその京都市としてどうするかっていう送り出す側がどうするかっていうのはもちろん大,大切やと思うんですけども受け入れる側がどんだけ体制を 取ってくれるかによって、もし何かが起こった、え、時の対応が大きく違ってくると思います。その点について、どういった対応をされるとか、受け入れ先の、都市と。いろいろ相談されているのか、情報が集まってきているのか、その点については、どのような状況でしょうか。清水担当部長。まあ、えー、えー。 行動する側受け入れる側の感染防止も中心,中心とした体制ということでございますけれども基本的には旅行代理店等を通じてですね受け入れ先等の選定等も含めて。 企画を学校が練っていいいくとととうことになると思いますで当然、こういった情勢でございますので、まあ、どういった形で移動するのか、でどういった形でまあ見学等をするのかで、どういった形で宿泊するのか、何人で部屋に入るのかというような細かいところまで含めましてです、ね、やはり丁寧に宿泊先でありますとか、見学先、受け入れ先と調整をした上で、で、代理店とも、綿密な調整をした上で実施しなければいけないというふうに考えているところでございます。ですからまあ当初のまあ予定 とは違った形でのまあ実あの実施でありますとか日程を変えての実施というのも当然予想するところでございましてまあそういったことも含めて何らかの形でまあ実施できるように努めてまいりたいというふうに考えております以上でございます加藤委員であのもう一点あのその相手の受け入れの都市がもしその修学旅行で現地を訪れていた学生まあ二浪学生が 感染した場合にどういった対応をとってくれるのかを十分に詰めておかないと感染したら当面の時間はどれぐらいの期間になるかはその時の指針によって変わるかもしれませんけど少なくとも1週間2週間程度その町にとどまらざるを得ない状況が生まれてくるんじゃないかなと思いますのでもしもないことがもちろん一番いいんですけども,もしも児童生徒が感染していたパターンになるとその その所属していたグループをまとめてもしかしたら滞在を余儀なくされるというパターンもあり得ますのでそういった時にどういった対応をする必要があるのかっていうのを十分に考えていただきたいと思いますけどもその点答弁いただけますか清水担当部長。 受け入れ先の自治体等の感染防止状況でございますとか対応状況については十分に勉強させていただきましてまたどういったことが起きるかということについてのシミュレーションといいますかにつきましてもできる限り考えられる場合について尽くして考えた上での実施ということで取り組んでまいりたいと思っております。以上ででございいいますすす加藤委員、はいえーとまあ、実施ししててたただきたいですし、まあ、するからにには安心安心全を第一に守って、まあ 親御さんがもちろん一番心配されると思いますので親御さんがあこれやったら送り出してもいいかなと思っていただけるように京都市はもちろんですが受け入れる側の年とも十分と協議を図って進めていただきたいと思いますで海外高校生中心になると思うんですが海外なんですが私も京都一立の最強高校やったんですけども私がと1年生の3月に確か行く予定だったんですけどその時 SARS があって 何とか延期して8 2年生の8月になんとか行けたという経験があったんですけども友達とのまあいろんな楽しい思い出はもちろんなんですが現地の大学生と交流があったりするということで学習効果も非常に大きかったと思います。でうーんと国内にに措置をするししててもやははりその当初目的といた学習効果は 違ったものにななるんだろうなと思さまざまな研修プログラムとか多分海外に行かれるところは用意されていると思いますので今は、えーまあ、インターネットを使って、まあ、Zoom とかいろんな、えー、アプリケーションを使って現地の人と、まあ、直接対面しなくてもアプリケーションを通して会話を通したり学習したりという機会を確保できると思いますので、えー、国内に大体的に何か 研修旅行行くのももちろんしていただきたいんですけども海外に行って何かをしなければならないということを前提としてできなかったことを国内でもできるように措置をしていただきたいなと思うんですけどもその点についてお答えください。担当部長 高校の海外研修でございますけども、あの議員お話ありました通り、より教育課程とも結びつけながら語学研修ですがホームステイですとか現地フィールドワークですとか、まあ、そうしたことを学校の特色として、えー、実施しているところでございます。まあ,あのできる限り海外であの通常に近い形できればとも思っておりますけども、あの国内旅行と比べて海外旅行またあのリスクというのもそれ増してまいりますので。えー まあ今、ご指摘いただきましたとおりさまざまなインターネットもそうした方策を講じることでまあ国内に変更になったとしてもまあ同じような教育効果子どもたちの,あの満足感といいますかまあそうしたものを得られるような取り組みを進めていきたいという,ふうに考えているところでございます。加藤委員 一律の高校の先生素晴らしい先生たくさんおられると思いますので現場の先生とも相談していただきながら何をしたら現場の高校生もちろんベストはできないと思うんですけども、よりベターに近づくように何が子どもたちのためにしてあげられるのかをしっかりと考えていただいてまあこれはこれでいい経験になったなと後で振り返ってもらって思ってもらえるような取り組みにしていただきたいと思います。以上でで終わりますはいよろしいでしいょうか それではこの件に関しまして、他にご質問のある方、おられませんか、えー、なければ次に、あすいません、えー、委員会再開後1時間を経過いたしましたので、今から換気をいたします、しばらくそのままでお待ちください。 それでは委員会を再開いたします次に学校再開にあたっての子どもの実態から出発した対応について鈴木院どうぞ。はいはい、うぞよろしくお願いいたします。 えっと非常にちょっと基本的なあの考えた方等についての質疑質問です。あの特に小学校を念頭においてあの質疑します。あの学年の締めくくりと、新たな学年のスタートの時期の3ヶ月の休校というのは、本当計り知れない影響を、えー、与えたというふうに思います。あの休校中にあの。 学校によりいろんな工夫がね、なされたとはいえ、あのまだ習っていない知識をいろいろなあのやり取りのある授業なしで、えー、理解させるには、まあ、無理があったしあの、保護者の方からも、まあ、とても教えられないなという、まあ、悲鳴がね、上がっていたとも言われています。あのネットで学習に取り組んんだ子どもさんもおれば 勉強に手がつかなかった子どももいるわけであの格差がね生じているというのは現実だと思いますあのそして何より子どもたちはかつてない不安とストレスをため込んでいるとあの言われています国立成育医療研究センターが行ったあの子どものアンケートをはじめ各種調査というのは イライラする、夜眠れなくなった、何もやる気がしない、死にたいなどこう、悲痛な声がね、紹介されています。えー、コロナ禍による、まあ、家庭の困,困窮は、えー、子どもにもさまざまな影響を与えて、えー、家庭内のストレスの高まりは、児童虐待の増加などももたらしているということが言われています。 あのだからこそこういったまずは子どもたちの実態からスタートするあのこうした子どもを受け止める手厚い教育が必要ですし、まあ、あの遅れている学習をがむしゃらに取り戻すやり方、まあ、例えば7時間授業であるとか宿題を増やして家庭でもしっかり学んでもらおう土曜日も活用しよう 夏休みや学校行事も大幅削減というような単純な方法は逆効果だと思いますし教育委員会の方もまあそう思っておられるのではないかなとは思うんですねそこでまずお伺いします政府の通知の中には児童生徒の負担が過重にならないように配慮する学習指導要領において指導する学年が 規定されている内容を含め、自学年、または時治学年に移して教育課程を編成するえ学習活動の重点化などが言われていると思うんですね。ということで、あの教育委員会としてのこういったことのまず基本的な考え方をお伺いしたいのですが、よろししくお願いします清水担当部長。 学校再開にあたっての基本的な考え方とといいうことでございますまさに今、議員からご説明ありましたように、このたびの休校措置は期間にしても時期にしても、まあ、あの過去の例を見ない状態でございまして、私どもの方としても、学校再開にあたっては、慎重に子どもたちの立場に立った形で進めていきたいというふうに思っておりまして、5月後半から学校相談日、懇談日等も設けて、子どもたちの様子をしっかり把握するように努めまして、6月、 再開以降もですねこの2週間、今週いっぱいまではウォーミングアップ期間ということで、子どもたちに負担をかけることなく、かつまた子どもたちの状況をしっかり把握するということも含めての期間ということで進めております。このの12日のステップ4全員登校という機会を経まして来週から 通常の教育活動に入っってていいきたいという思っておりますでその教育活動につきましては、ですね、えー、文科省の通知はもちろんあの承知しているところでございますけれども、本市といたしましては、えー、夏休みの 10, 日で、えー、等の10日程度の短縮でありますとか、えー、1工事あたり、1コマあたりまあ5分短縮する授業を、これをまあ週によっては週1回から3回程度実施するという,ようなこと、あるいは学校行事を見直しする。 あの単に中止とかするというのではなくて、しっかりその中身を精選して、ですねやるべき業者をやっていくということも含めてですけれども、見直ししていく、それから各教科各単元の実数を見直ししていく等々通じまして、ですねこの年度内に必要な履修内容は、基本的には終了していきたいというふうに考えているところでございます。以上でございいます鈴木委員まあいろんなな工夫しながらえっと結論的には あの教育課程決められた今年度の内容については今年度中に終、えー、了をさせていくということでよかったんですねそしたらその上でなんですけど、まあ、そのことは、まあ、教育委員会としてあの、えー、今年度中のこの分野については来年度に持ち越してもいいよとかいうような、まあ、ことは、まあ、一切なくとりあえず 今年度中に空白があったけど今年,度中今年度中にやらなあかんことはやっていくと、まあ、いうことが大前提だということを今確認しましたその上で、えー、おのおののやり方とかいろんな工夫は学校であるとかまた各行政区の学校も公聴会がこうあったりとかいろいろすると思うんですけどそういった現場での采配 自由度というのは、まあ、どの程度、ちょっと抽象的で申し訳ないんですけど、どの程度保証されているのか、教えてください。清水担当部長 まあこれまでからあの各学校については、ですね各学校のまあえ教育方針、教育目標のもと、各学校でカリキュラムをえ立てるということでやってきていただいております。あのカリキュラムの,まああの作成権限といいますか、は学校長にございますので、学校長の責任において、これを進めているわけでございます。ただ、今回のような事態になりますと、やはり一定の,あの見通しといいますか、ガイドラインは必要かと思いますので、先ほどからの話の流れでいきますと、各学校にはこの40分とか45分の授業を進めるにあたってのまあポイント、 つやみくもな詰め込みにならないようなというような視点も含めましてそういったポイントでありますとか年間授業時数はこんなふうにあの配分していったらどうですかというまあ,あくまでもガイドラインですけれどもいう形での見通しあるいはあの近々で言いますと7月末までにはこれぐらい履修しておくとまあいいですよというようなことこういったこともあくまでもガイドラインとして示しておりましてまあこれを踏まえまして各学校ではえ各子どもたちの状況でありますとかまあ地域の状況も踏まえましてえ各学校の裁量で教育課程を編成。 していいいいくとととううことになろうかと思まますす以上でございます鈴木委員、はいえー、っとやっぱり今回のコロナ禍、コロナの状況は、まあ、本当、歴史的にも類を見ない状況なわけで、あのやっぱり、えー、狭い範囲での学習の遅れを取り戻すということではない取り組み、えー、子どもたち一人一人が大切にされる教育。 が本当に必要ですだから今こういうふうにやっていこうというふうにしているけども途中途中で現場からのいやいやそれでもちょっとここはとかいうことが当たってきたらすぐそこを修正しながらやっぱり取り組んでいただきたいしやっぱりあの一番よく知っている子どもたちの現状等々よく知っている教員そしてまあその教員をまあ管理してはる校長先生教頭先生そして何より保護者 もちろん子どもたち、そしてです、ね、私、これまでも学校の運営に関わってこられた地域の方々の意見も聞きながら、もう本当、あくまでも一番身近な現場の考えや工夫が生かされるような配慮がされるよう、そして小中との連携、各行政区等々の統一した取り組みとなるような方向へ持ってい,ただく持っ,ていっていただくことが まあ重要ではないかなというふうにも考えますので、ぜひ教育委員会の役割がそうなるよう求めます。え最後そのお返事、ご返答を聞いて質疑は終わりたいと思います。清水担当部長、小学校、中学校とのまあ連携、地域との連携、それからまあ保護者との連携、まあこれはこういった点につきましたこれまでから。 本市の教育が最も大切にしてきて進めてきき進めたことでもございますでもこういったのを、源の先生方とと,ともに、これまでもやってまいりましたので、今後ともこういった形で進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。よろしいですか。はい、それでは、この件に関連しまして、他にご質問のある方はおられますか。よろしいですか。それでは次に、部活動について、吉田委員、どうぞ。 吉田委員学校再開にあたりまして、本格的に部活動も再起動ということでございます。現状の本市の教育委員会としての準備体制はどうなっているのか、各競技連盟等とのやり取りなどの取り組みも順調になっているんでしょうか、その点はいかがですか。福西出張 失礼します。学校の部活動の関係ですけれども、高校につきましては6月の8日から、中学校につきましては6月の15日から活動を再開するということで、校内での活動、また活動時間につきましては2時間以内ということで対応をさせていただいています。 しててまいりりたいと考えておりますなお、地震に当たりましては、感染症対策とともに、子どもたちの体力の低下の問題でありますとか、熱中症対策も含めて、配慮をしながら取り組んでいるところでございます。それから、あの今先生、お話がございました、あの各種大会が中止になっている中で、子どもたちのために代替の大会ということも、それぞれ検討していただいているところでございますが、 高校野球につきましては、先日、7月の11日から早ければですけれども、8日間の日程でそうした大会を実施するということで発表されております、それ以外の個体連の大会につきましては、競技ごとで今、大体の大会等についての検討されているというふうに伺っておりますので、教育委員会としても連携をしながら、取り組みを進めてまいりたいと思っております吉田委員昨。昨日でしたか、おとついでしたか、新聞各紙でもですね、 あの部活の再開の報道があって、えー、東南高校の野球部が取材をされたりしておりましたで大体大会がです、ね、あの開かれるということであの大変反響があると思うんですけれどもそこで一点,い一点あの懸念といいますかあの思ってますのは体育系に偏ってしまうことは、ね、ないんだろうかということであります。えー あるいは体育系の中でも競技の目立つところばかりが注目されておってですねそれ以外はどうなっているんだろうかとそれは情報が入ってこないわけなんですよね。で文化系はどうなっているのかということに対してもまあえー私の個人で恐縮ですけど自分の娘の所属している部活でもどうやって聞いたら分かりませんということでしたまあそれは親子のコミュニケーションがないといううちの独特のあの。 課題かわかりませんけれども、大概その情報があまり伝わっていないということに関しては、えー、もしそれがね、普遍的なも題であれば改善の必要があるんじゃないかと思います。いずれにしてもこの、えー、体育系も文化系もですね、厳しくその偏るなく丁寧にバックアップをですね、していただくということが大事かと思うんですけれども、いかがでしょうか。 清水担当部長私なんか、文化系のまあ部活動のまあ中学校の部活動ですけれども、状況について。 若干説明させていただきますあの文化系でいきますと吹奏楽でありますとかまあ合唱こういった部活動がですねあの競技性があるといいますか、えー、全日本の,あの全国大会があって関西大会があって府大会があるというような形になっているんですけども、まあ、残念ながらこの音楽というのはあの 非常に密集して、まあ、楽器にしても合唱にしても3密の状況があるということあるいはまあ聴衆側についてもそういった条件があるということもありましてあの残念ながらこういったものが中止というふうになっているのが実情でございますただやはりあのこういった子どもたちにつきましてもあの日頃の練習の成果をです、ね、やっぱり発表する機会はあの与えてやりたいあるいはというのはやはり共通の思いでありまして、まあ 京都市教育委員会なりが、まあ、主催するような、え、相互文化祭的な行事等も。空き口からございますので、まあ、そういった場での。まあ、発表が可能になるかどうかあたりにつきましてですね。あの、できるだけ前向きに検討してまいりたいなというふうに考えているところでございます。以上でございます。吉田委員。まあ、あの、それぞれの。協議体のですね、あの、団、体のお考え等々があるので。一概には言えないと思いますし、それぞれの。状況、状況が違うので、え。ー 教育委員会としての取り組みを、ね、苦慮される点があるかも分かりませんけれども、まあ、根本的にはその子どもたちの成長の一環のための活動でもありますので逆に言えばこういう歴史上滅多にないようなあの大きな大きな出来事の渦中にいる中での、ね、その逆境を乗り越える貴重な経験であるとこのような思いで成長していただける、ね、バネになっていけるように。 というご指導をしていただくことをお願いしたいと思います一点目はこれであります、はい、この件に関しまして他に質問ある方おられますかなければ続けて夏休みのあり方について吉田委員どうぞ吉田委員、えー、まああの緊急事態宣言等で休校が延長されましたということで夏休みも短縮されるということでまあお聞きすると10日間ほど夏休みが短縮されるということであります 具体的な現時点の本市の方針はどうなのかを簡潔にご答弁をお願いいたします清水担当部長夏休みにつきましては10日程度小学校についても中学校についても小学校へ 増日ですかね。それから中学校もが十一日という形でですね、夏休みについては削減をしております。であのこの短くなった分といいますのは、まあ午前中のみのまあ授業にあてるという形で今考えるとことございます。以上でございます。よろしい。試験のあり方はどうなります。結局教行期間中に中間試験等々のね分が夏休み中にするのかとか、それとも 夏休み、午後に回るのかとか、どんな今、方向性になっているんでしょうか佐藤所長えあのこういう状況の中でございますので、あのまあ学校が再開して、夏休みまであの日がないということがございます。 であの試験の前にその1学期の表成績をどうするのかということがございましてそれについては54321をあのつけないというようなことですただあの子どもたちの学習状況をやっぱりきちんとあの評価してそして、まあ、夏休みの前にあのお子様それから保護者の方にお伝えしなければなりませんのでそのための,あの、まあ、評価といいますか資料を取るために まあ中間テストのようなことが、これがあのえっと全部の学校、すべてこの時期にというようなあの指示はしてございませんので、それぞれの学校があのそれぞれの形であのテストなりをして、観点別の評価をお知らせすると、そういう形になっていま吉田委員。まあ前例どおりやるわけにいかないスケジュールのいびつさがあって、それのねリカバリーが大変だと思います。 従って、これまでずっとこう行きたくても行けなかった授業が始まった、でもそれが本当に身につくのかどうなのか、あるいは集中力が保っているのかどうなのか、あるいはその遅れた分の取り戻すという焦りになってしまうとかいう心配等々もあります、また先ほどもちょっと言及させていただいた熱中症対策等々非常に大事な点が山積みになっているわけなんですよね。 た子どもさん本人も保護者の方々も関心を寄せておられると思います、不安を持っている方もいらっしゃると思うんですよね。ぜひです、ね、そういうこの課題の提出期限とか行事の遅れの分どうするかとかいろんな立て込む中で,です,、ね、すっきりと運営がなされてまたその子どもたちの健やかな、ね、成長につながっていけるようなバックアップ体制と。 そう中中ででのの緊急事態の中でだからこそ身につく成長を促すための教員の先生方の力量の見せどころだと思いますしまたそれを指導される管理職の方々のやはりマネジメント大事だと思いますししっかり委員会としてバックアップをぜひしていただきたいその根本は子どもたちでありまたそういう方々への安心を お届けするね、え、決めこまから配慮をお願いするということだと思いますので、その点のご決意をお聞きして終わります。佐藤署長、はい、あの今おっしゃっていただきましたようなこと本当にあの学校私どもも合わせて一番あの心配しているところでございます。先ほどからあのえー、っと五分短縮をして七限を設定というような話ございましたけれども。 その毎日7時間の設定で授業するわけではなくて、週のうちまあ1日、2日、3日ぐらい、その他の空いた時間につきまして、補習とか自主学習とかですね、そういう不安を抱えたあの子どもたちに対してあの手厚い指導をその時間でしていこうと、そういうふうなあの対応も考えてございますので、いろいろな場面で、 子どもたちをあのその学習のですね不安をですねできるだけこうぬい去るようなそういう取り組みを進めてまいりたいというふうに考えています。よろしいですか。はい。えこの件に関しまして他にご質問のある方、会員。はい、会員。はい。あの。 夏休みが短縮をされるというところの答弁で小学校で8日中学校で10日とおっしゃいましたので午前のみの授業ということで先ほど感染対策熱中症対策で当議員団にメールをくださった保護者の話をしたんですがそこで1年生の子どもさんの保護者でこの期間午前中ということですが大体たい 給食がなくてということで学童に通っているということでねあのちょうど炎天下の中でお弁当を持って学童に行くわけですがそれを持って行くことになるとであの感染症も授業のこともそうなんだけどえその食中毒のことだとかで暑い中帰ってくるということでの熱中症の,あの心配があるということで。 あのその期間の給食っていうのは考えてもらえないだろうかという声があったんです、こういったことについて、何かのお考えがあれば、現時点での,あの報告いただきたいと思います。福西市長、えーあの 短縮期間中の給食の取り扱いということになろうかと思いますが、京都市の給食につきましては、献立につきましては、学校栄養接種基準というのが国の方で定められておりますが、それに基づきまして、子どもたちが安全安心、また喜んで喫食することができる献立を作成するということで、学校関係者とともに、実際、半年前からダテ作成に着手しまして、1日だいたい7万食が出ますので、そうした 給給食食安定的にに供でできるるようう材の確保もしているといいとところでございます今回、各期休業期間の短縮を判断した時点で、その期間中の献立を作成する、また大量に食材を調達するということにつきましては、非常に困難な状況があるということで、今回、短縮期間中の昼食については、保護者の方でご協力をいただきたいというふうに考えているところでございます。会員お、まあ、今 市長おっしゃったような方向は前もって聞いてるわけなんですが私、このメールを、ね、保護者の方から受け取ったときにその1年生のとりわけ低学年の子どもさんの状況とかその時間帯がどんな時間かといえば大体4時間目終わるのは12時,回ってま、ね、12時半ぐらいになってるんじゃないかなと思うんですがそれからあの授業受けてそのまま帰っていくと。 であのその間のことを心配されているような状況ですね、ねまあ、4時間びっちり勉強して、これまでもまあ短縮授業というのはあったと思うんですけど、期間が長いと思うんです、だからそういう点もあの踏まえていただいて、こういうご意見があるということを、ちょっとあの今の時点なんですけども、多、え、摩、ー、において、えー、と検討の余地、私は残していただきたいなといううに思っています、あの終わります。 よろしいですか、はい。この件につきまして、他にご質問のある方、おられますか。なければ次に、学校再開に関して、子どもの権利条約の観点から検討の必要性について、富樫副委員長、どうぞ。 副委員長あのこどもの権利条約でもう改めてちょっと今回の学校の再開の問題を考えさせていただきましたで第6条では、えーまあ、児童の生存および発達を可能な最大限の範囲において確保すると書いていて第24条では、まあ、可能到達可能な最高水準の 健康を享受することというふうにしていまして、この健康の概念についてはまださまざま、WHO の方でもちょっと議論があるそうでありますけれども、ただ今回、ああ国民全体の健康が問われているというのが、今回のコロナ対策だというふうに考えておりますが、この新型コロナの感染拡大を防ぐために、社会的距離、最低でも1メートル、2メートルはまあ確保できたらいいですよと。 いうことが呼びかけられているということで、京都市の対策本部でも同じように、政府の専門家会議と同じように呼びかけているという状況があります、でそうした中で、その教育委員会として、この距離を教室内で保つというふうに考えた場合に、どの程度までの人数が可能かということについてのまずお考えをお聞かせください。春田部長 あの先ほども少し答弁をさせていただきましたけれども文科省が示すマニュアルでは1クラス40人の場合であっても1メートルを目安としてできるだけ距離を離して教育活動をするという例示が示されているところでございまして教育委員会で40人いっぱいのクラスがどれだけあるかということになります小学校ではありませんし中学校では一部ございますけれどもえまあ そうしたクラス、教室の位置だけではなくて、えー、総合的な感染症予防対策を図りながら、えー、教育活動を推進していきたいと、このように考えているところでございます富樫副委員長えと、まあ。レベル2、3になったら、あのまあ、1メートル絶対確保しなあかんということですから、当然、皆さんのところでも、えーと、私の質問に答えられる準備はあると思うんですが、一体何人ぐらいが可能だと考えていますか。 田部長まあ、文部科学省のこれもあのマニュアルに示されております、レベルが2、レベルが3という場合におきましては、あ一定2メートルを、まああのえー、程度を、まあ、空けるというようなことも言われているところでございます、まあ、最低1メートルということでもございまして、まあ、例示でありますと、20人。 を例としたここととも書かれていいるところでございますただこの例示につきましてはあくまでも例示であってやはりその施設の状況に応じて柔軟に対応することと目安であり座席の間隔に一律にこだわるものではないと。 いいいうここととも示されているところでございます、まあ、しかしながら、まあ、感染予防徹底していくという観点でいけば一定の距離をできるだけ離していくということは大切でございますので何名ぐらいがということはあの明確に申し上げるわけにはいきませんけどもそれぞれの学級のまあ人数に応じましてこうした例示を参考にしながらできるだけ距離を離してあの机の位置をですね離しながら授業 の体制を取るということを基本に考えていきたいと考えているところでございます高橋副院長。制度間の間の距離をあの保たなくていいなどと言ってるわけではないですよね、文部科学省は別に。ですから、その点ではあの、どれだけの教室に人数が入れるか、この社会的距離を保ちながら入れるかという検討さえもせずに、あのまあ、とにかくあの今まで通りの人数入ったらいいわという判断をされているという点に、 大変な私はちょっと本当に真剣に検討していただいているのかということで、大変不安に思います。で、40人学級というのは、やっぱり感染予防の観点から考えましても、やはりあの大きな問題ではないかと、以前から指摘しております。まあ、例えばですね、今、35人超える学級の場合には、まあ、あの実態、本当に厳しいです。で、まあ、か、ま、へ、あ、つけられているということですので、少なくともこの35人以上の学級については、分割をして少人数授業が実施可能だと。 いう,ふうに考えますでとはいえ、この加配の,の,の先生については、実際、各学校でどういうふうにうあの従事されているかというのは、いろんなケースがあるというふうに思いますので、少なくともそういうことについても、やはり把握をした上で、まあ、そういう増員の手立てを取らなければいけないところについては、まあこの、少なくともこの30人以上の解消ということを即時実施していく上で、まあ、あのどうしても手当や必要なところについては、人を配置することも含めて、 検討されるべきではないかと考えますけれども、この点については可能ですか原田部長。えまずあの先生の方から何も調査をせずにというのなお答えございましたけど我々もあのも学校を再開するにあたりまして、やはりそうした人クラスにどれぐらいの人数が。 入れば大丈夫なのかということこれはのすべての各自治体の教育委員会がいろいろと悩んだところでございますまあそうした中で各地域の感染の状況を踏まえながら国の方が明確にマニュアルとして全国に示してこのマニュアルに沿いましてすべての自治体が学校再開に向けた準備をしているというところでございますので 何も我々はそういうことでございますので学校の不安をですねあまり多い、少ないで論じるということではなくてレベル1という地域の中ではそうした感染予防対策を最大限に総合的に取り組みながら進めるということでございますのでご理解いただきたいと思っております。また定数数を少人数教育いわゆる分散 あの割ってに活用できるかということでございますけどもあの今申し上げた形で教育活動を進める中で各学校に定数が下配教員がございますそれぞれの学校に応じてそれぞれの学校がまあそういう状況をそれぞれの学校の状況を踏まえながら定数の活用をしているところでございますまあそうした中で各学校にもこのレベル1で あるということとまあ、40人クラス配置であっても可能ということも示しながらその上で各学校での定数のま活用についてもお願いしているところでございます。基本的には TT でこれまでやっていたそうした活動をですねま選科教育という形で取り組みたいというような学校もございますしまあ あのまたあのこの間、少人数教育の定数の改善につきましては、教育委員会といたしましては、かなり努力をしてきておりまして、先生1人当たりの児童・生徒の数も、自治体では指定都市で2番目に高いというような教員配置もしているところでございますし、またあの35人以下学級の比率につきましても、各指定都市の中で上位にあるという、こういう状況でございます。そうした状況ではございますけれども引き続き続定数の 充実改善、また学校の支援に向けた取り組みをしっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございま富樫修副委員長あの。子どもの権利条約では、まあ、第29条で、えーまあ、児童の教育が次のことを思考すべきことを同意すると書いてまして、児童の人格、才能ならびに精神的および身体的能力をその最大可能な最大限度まで発達させるというふうにうたっています。 でまたあの、えーまあ、別の条項ではです、ね、締、ま、約、あ、国は、えー、休息および、えー、余暇について、児童の権利並びに、まあ、その児童がその年齢に適した遊びおよびレクレーションの活動を行い、並びに文化的な生活および芸術に自由に参加する権利を認めるという,ふうに言っていまして、で先ほどがあの私どもちょっと議論させていただいておりますように、 やはりその学習指導要領の弾力化というのを国がまあ打ち出しているわけであります。そうした中で、内容についてもあの精査をしながらやっていただくべきだというふうに思いますし、あの少人数の授業をまあ実施するということと合わせてやっていってこそ、やはりあのこうすあの今まで,、えー、今まであの1年間かけてたことを、2か月少ない、まあ、あの期間でや,やらなあかんと。 いう状況の中でそれをとにかく詰め込むということになると本当に息苦しくなってしまいますのでその点に言いますとやはりその子どもはやっぱり遊ぶ時間も当然確保されるべきだというふうに思いますしあのまあその授業だけが子どもの成長につながるわけではないのでその意味ではやっぱりあの授業については少人数で丁寧に行うということをやるし実はそれがまあなおかつそのことによって あのまあ、授業もあの少人数の方が円滑で、丁寧に進めることができますから、学力保障になるというふうに考えます、私、やはりこのままいきますと、本当に学校が嫌いになる子どもがたくさん増えてしまうんじゃないかと、すでに1100人の方、不登校だというのがもともとの状況ですけれども、そ,そこにより一層まあ嫌いになるということになってしまうということに対して、大変な懸念を持っておりますので、その点ではぜひともあの子どもの実態に寄り添っていただいて、ぜひあのこの、 再開についてもまあ途中でも都度都度見直しながら取り組んでいただきたいとこのことを求めて終わります、はい、よろしいですか原田部長答弁じゃ簡潔にお願いします学校再開に向けましてえ先ほども申し上げましたあ国の補正予算も活用しながらあ人的なまた物的なあ学校支援をさい最大限に取り組んでまいりたいと考えておりますよろしくお願いいたしますはい 他にこの件に関しまして、えー、倉田委員、倉田委員、よろしくお願いします。えただいまの都が市議員の質疑を受けまして、一点確認をさせてください。えー、っと。 まあレベル2、レベル3に上がった場合に、文部科学省は2メーター程度の間隔を空けるのが望ましいと、しかし、最低1メートルは取ってくださいと、まあ、こういうことが一つの全国の目安として、今、学校再開に向けて全国、動いていると、まあ、こういうご答弁でありました、レベル2、レベル3にもし到達する状況が起こった時の全校のシミュレーションはこれ、されてるんでしょうか、いかがですか。 有田部長、まああのか感染状況によりましてレベル二が京都にまあまあ指定されるということになるとかなりまああのその感染状況があきついということになります。まあそうした中でまあこの間緊急事態宣言もあり、まあ休校措置を取りながらえー、まああの分散登校。 とといいう形ででウォーミングアップしているところでございます今後、もしもですねそのまあ、えー、緊急事態宣言に近いレベル2のいうような事態になりましたらやはりその学校にまず登校できるのかどうかということの判断も必要になってきますしまあその上で先ほども議論になりましたけども、えー、各、えー学えー、自,自宅においてのですねオンライン授業の 整備も早急に進めていかなきゃなりませんしまた感染状況によりましてはレベル2であっても分散登校やまた登校日を設けるというような形でいろいろな組み合わせで子どもたちの学びをサポートしていくということが考えられると思います先生方につきましてもオンライン授業だけではなくてこの間家庭学習の提示という中で家庭訪問もしながらやってきていただきましたこの間の3か月間でのいろんなノウハウを しっかりとまあ踏まえながら、また家庭とも連携しながら、ああオ,ンオンラインのまあ家庭でのまあ取り組みも可能な限り早期に実現できるように努力しながら、先ほど教育長が申し上げましたように、各学校への支援,支援班というような取り組みを踏まえて、しっかりと対応してまいりたいと、このように考えているところでございます有田教育長。 あのただいまのシミュレーションしているのかというふうなご質問でございましたけれども、まさしく6月1日からの2週間について、えー、学級を2つに割って、ですね先週1週間についてはですね、えー、分散登校して、学級半分に分けてですね登校すると、午前中だけの授業という形でシミュレーションをして,しておりますで。今週につきましてはですね、えー 小学校については一応全員でございますけれどもあの6時間までの授業で確実登校していると中学校についてはこれも楽器を2つに分けましてですね午前中4時間午後3時間ということで給食を挟みながら 昼食を挟みながら実施するという形で、このレベル2ないし、レベル3になったときに、どういう形で学校運営を継続しながら感染予防対策をするかということのシミ練習は、この2週間、それぞれの学校が実施していただいているというふうに私どもは思っておりますので、そしてまた子どもたちが家庭の間には、先ほど申しましたギガスクール構想をなるべく早く実現いたしましてですね、ICT を活用した家庭での学習についても取り組んでまいりたいと、そのように思っております。以上でございます倉田委員 はいあの、それと、まあ、あの今々の、まあ、1メートルを目安としてというお話なんですけれども、やはりあの一定、文部科学省が示したその背景にある科学的知見というものがあるということであるならば、ですね、やっぱりそれにふさわしい、さまざまな手法があるということが打ち出されているのかもしれませんけれども、しかしそれはあの今、100%。 完璧なものとして、えー、市民の前に提示ができている段階にはありませんからそういった意味ではやっぱり、えー、物理的条件としての一定のやはり子どもたちの安全が保てるその中で、えー、教育者の安全も確保できるそういう条件がきちっと整備できるだけのですねやっぱりあの、えー、人員的な手立てとそして財政的な保障ということを これはやっぱり当然あの求めながらですねあのこう求めているということも含めてお示しをいただきたいというふうにも思います。この点はあの求めておきたいと思います。以上です。よろしいですか。はい、えー。他にこの件に関しまして、えー、質疑のある方おられますか。おられませんか。それでは、えー、次になければ、えー、入試のあり方について。 えー、倉田委員どうぞ。はい倉田委員。はい倉田委員どうぞ。改めてあのよろしくお願いいたします。あの私ども6月5日に当、えー、議員団として、えー、この学校再開にあたって、まあ子どもたちの心のケアと学びの保障、安全のための 緊急の申しし入れをさせていたただきましたその中に、あの今、現役の高校生がやはり大変あの不安を感じている、当然のことであります、来年度の公立高校の選抜入試のあり方について、休業により予定していたすべての授業が受けられない状況がやはり想定されると、こうしたときに、生徒の不安をもうできるだけ早く解消する必要があると思います。 京都府とのの協議等は行っっていらししゃるのでしょうか、まあ、ぜひとも子どもたちが納得できるような対応を早く示していただきたいと思いますけれども、この点、いかがでしょうか担当部長このための臨時休業を踏まえました、高校入学者選抜での配慮事項についてでございます。 すでに,に国の方から5月13日付で通知も出ておりまして、出題範囲や出題方法、内容、これについて必要な配慮を行うこと、またあのスポーツですとか文化活動を先行している、そういった場合におきましては、大会がないとか延期されるとか縮小されるとか、そういったことをもってのみ不利にならないように、そういった配慮を行うことという,ふうな配慮時間を示されているところでございます。ご承知のののり京京都都府府公立学校の入学校入選抜京都府全域で同じ枠組みでやって ておりましてあのベースとなります共通問題、まあ、これにつきましてはあの京都府が作成の主体となっているところでございますすで、まあ、にあの文科省通知を受けまして京都府とは課題の共有というのはしておりますあの今後京都府におきましてあの付加全域の教育課程の実施状況でありますとかまあ、校長会との協議でありますとかまあ他都市状況でありますとかまあ、そうしたことを踏まえて、えー、決定するとまあ、そういったふうに伺っているところでございますけれどもあの多くの中学中学生 お預かりしております京都市教育委員会といたしまして、あのまあ、進路補助をする立場でもありますので、必要な協議を行っていきたいというふうに考えているところでございます倉田委員、はい、ぜひあのよろしくお願いします、現役の生徒たちの,あのどんな不安があるのかっていうところを率直にね、まあ、聞き取っていただく、こういったことも併、えー、せてお願いをしたいと思います。 それと教育庁のところのご答弁でも、感染症対策と教育の両立について、大変難しさがある、しかし重要なことだということで述べられましたで。だからこそ、今の入試選抜の在り方にも関わりますけれども、今後、当面の臨時休業と次回、どうしても休業せざるを得ないということが起こった際の判断基準というのを、 あらかじめ、えー、明らかにしておかれたいということを求めたいと思いますけれども、これについてのお考えは何かございますでしょうか。福西市長 失礼いたします実際あの学校再開にあたりまして通知を出した時ですけれどもま今後例えば児童生徒教職員に感染者等が確認された場合等の場合の対応ということでこちらの方も学校の方も通知をしておりますしシミュレーションもしているところでございます臨時休業等につきましては一旦教育委員会から指示あるまでまああの消毒等も必要になってまいりますしあの感染 の経路の確認等々ございますので、保険部局とも連携しながら、えー、対応を進めるという形になりますし、またその、えー、規模、えー、等につきましてはその状況に応じて、えー、検討することになろうかという,ふうに考えております。以上でございます。倉田委員、あのまあえっ、ー、と初回の休号休業措置も含めましてですね、京都市島独自にいろいろと検討されて判断してこられたそういうあの実績があると思うんです。でその 経験も踏まえながら、今後に向けての感染症対策として、ですねやはりあの、本市教育委員会としての考え方というものを、やはりぜひ広く市民に示していただくということが、今後の市民的ないろいろな共通理解を育んでいく一つの形になるのではないかと考えますので、この点のご検討をお願いをいたします以上で一旦これについては終わります。はいはい えー、それではこの件に関しまして、他にご質問のある方、おられますか。よろしいですか。それでは続きまして、なければ、えー、生徒の妊娠等について、倉田委員、続けてどうぞ。はい倉田委員 はいえっと、2点目ですけれども、まあ、こういうあの新型コロナウイルス感染症が、まあ、リーマンショックを超えるような、まあ、経済破壊といいますか、大変深刻なあの影響を及ぼしていると、でこういったところでの、まあ、社会不安の中でですね、あの 生徒における望まぬ妊娠であるとか、性被害の発生というのは高まる率が非常に上がるんだということが認識されるところです、でこういう、まあ、教育委員会として、そういう注意を払う認識はおありかどうか、ぜひともです、ね、そういう該当する生徒が発生した場合に、十分その生徒が安心して相談できる体制というのがまあ求められます。 本市においてはこうした場合の対策というのはどのようになっているのか簡潔にお答えいただけますか宮北所長失礼いたします、えー、学校の臨時休校はあの本当に長期にわたる中で、えー、10代の子どもたちが妊娠 に関する相談をしている件数が増えているというふうなことで報道されておりますけれども、本市では現在のところ、24時間の電話相談、あるいは SNS 相談、またメール相談、そういった中では、そうした相談は今のところございません。また、学校の報告にもそういった内容の報告はない状況であります。もし仮にですね生徒からそういった相談があった場合は、ですねこれはやはり え寄り添った子どもに寄り添ったあの対応ということが非常に重要になってくると思いますのでえ学校へ相談があった場合はえ生徒に寄り添ってもうしっかり話を聞くあるいは学校以外で SNS や電話で相談があった場合は寄り添って聞くんですけれどもまずはえ学校への相談を進めるあのというふうなところで学校がまずは子どもと えー、しっかりと話を進めそして、えーまあ、心のケアを進める中で保護者や関係機関との連絡調整を図る、まあ、あのその中でも当然秘密の保持といいますかそういう情報の、えー、取り扱いについては非常に、えー、管理を徹底する中で。 信頼関係を築いて、そして最終的にはあの関係者の皆さんが、えー、最も適切である、将来に向けて適切であるという方向を探っていく、そういうふうな対応が必要ではないかというふうに考えております。倉田委員、はい、あの現時点あの、相談はないということですね、あのねなかなか学校に、えー、相談ができにくい。 っていいうう実情あるんじゃないでしょうか私はぜひです、ね、そういうことをしっかり受け止める相談体制を作っていただきたいというふうに思います。でその際に、子どもの尊厳を守りきるという、そのことに徹した支援と対応が必要であります。で同時にです、ねえー、教育の原点ともいえる性教育、これはあのジェンダー教育をやっぱり含みますけれども、この教育については、ね、徹底して行っていただきたい。 であの、えー、何らかのですね、えー、やはりあの、えー、個人の情報を必ず取得できそして必要に応じて専門家につなぐ、えー、こういう体制をね私はあのしっかりとあの作らないといけないと思いますのでこれ求めますあのもう一点あ一旦これで終わりますはいこの件につきまして他にご質問のある方おられませんか。 よろしいですねそれでは、えー、なければ続けて、学校における図書室の確保について、えー、続きまして、黒員どうぞ、はい、それでは本日最後の、えー、と質問をさせていただきます、あのーえー。学校図書館法の規定第3条に、えー、学校図書館、まあ、これ図書室を含みますが、すべての学校、小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校に、 しかし、さまざまな事情で、えー、例えば私どもの地元、二条城北小学校へのまあ図書室の確保、まあ、なかなか難しいという状況で推移しておりますが、現場とも話し合い、調整するとしていただいてきたかと存じていますが、その後、どうなっておりますでしょうか、ぜひ早急なあの確保をお願いしたいと思いますが、一言いただいて終わりたいと思います。 またの質問はいえっ、ー、と二条城北小学校の図書館に関する、えー、ご質問でございますえっ、ー、と当校につきましてはあのー、まあ本年度に向けましていわゆるあの従来からあります。 あのパソコンに変えててタブレットが導入されております、えー、そういうことでそのタブレットを使うという意味では従来の,あのコンピュータルームそのものがあの必要かどうかっていうところも含めて学校とも協議しておりますのでそういう中であの一定児童の推移、えー、しっかりとあの 見ながらあのながら、限られた、えー、施設をどう活用していくかというのが学校と協議しておりますので、ということであの、自分学校の方針に、そういうような形で教育活動の向上に努められるように整備していきたいと、そういうふうに考えておりますはいあの時間が回っておりますので、簡潔にお願いしますあの、えー、スペースを活用するということですけれども。えー 図書室を確保しなければいけないという法規定がございますやはり適法に対処していただきたいこのことを求めます以上ですはい。この件に関しまして他にご質問のある方おられませんかなければ以上で教育委員会を終わります理事者お疲れ様でした委員の皆様はしばらくお残り願います 次回の委員会でありますが、6月24日水曜日に開会いたしますので、ご予定のほどよろしくお願いいたします。以上で本日の委員会を参加いたします。委員の皆さん、お疲れ様でした。引き続き、政府委員長会議を行いますので、副委員長さんはそのままお残りください。